イランの大統領は、イランイスラム共和国の元首であり、行政府の主張。通常の共和国では大統領のみが国家元首であるが、イランは大統領の上位に位置する最高指導者も元首とされる。大統領は、外交官の切除や、派遣する大交士の信任状への署名、条約の締結、勲章の授与など国家元首としての職能の一部を有しており、諸外国からは、 一般的に最高指導者と原種の権能を分有していると考えられている。大統領の任期は4年、連続再選は2期までである。大統領選は性別に無関係な完全普通選挙制度をとっており、15歳以上の全国民による直接選挙により選出される。イラン革命当初、有権者の年齢は革命前の20歳から16歳に引き下げられ、 イラン・イラク戦争時に15歳に引き下げられた。その後は若年層の票が改革派に集中することを危惧する保守派と改革派との駆け引きにより有権者年齢は上下を繰り返している。大統領選挙の候補者になるにはイランの上院にあたる監督者評議会が選出した6人の一般法学者の12名からなるによる承認が必要である。 イランイスラーム共和国憲法には大統領選挙の非選挙人の要件として以下のものが挙げられている。男性である出事がイラン人であるイラン国籍を有する行政の能力を有する犯罪歴がないなど経歴が良好である誠実であり経験であるイランイスラーム共和国の基礎となる原則と国家の公式学派の信奉者である監督者、評議会は これらの要件を満たさないとされる候補者を拒否できるため、評議会は大統領の権力に対するチェック機能を有する。1997年の大統領選挙では、立候補した238人のうち、ほとんどが政治家として有名ではなく、行政能力も欠如していることを理由に拒否され、評議会が承認した候補者は、わずか4人であった。このためイラン国外からは、 最高指導者及び評議会はこの制度を通じて保守的なイスラム主義者しか大統領になれないよう制限を加えていると批判している。国外の批判に対して評議会はこれまでも改革派が大統領候補として承認されてきたことをもって反論している。評議会が候補者を承認し発表すると直ちにポスターやメディアを使った選挙活動が始まる。大統領は 投票数のうち、絶対過半数を得た者が当選する。一回の投票で過半数を取った候補者がいない。場合は、上位2名による決選投票が実施される。当選結果を監督者評議会が承認し、任命権を持つ最高指導者が認証式を行うことにより、当選者は大統領となる。ありがとうございます。